こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。ブランド転売には注意。偽物を出品しましたら、警察への通報、または出品停止になりますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、えー。この動画ではですねあの、ブランド転売ですね、非常にですね、あの美味しい情報ですね、重要な情報をですね、手に入れましたので、ぜひね、 あのブランド転売やってる興味ある方は、ぜ、ま、ひ、あ、参考になるかと思いまして、ぜひね、紹介させていただきます。はい、えー、こちらですね。はいで今回ちょっとですね、あのー、まあ、情報的には少し短いんですけど、えー、私の知り合いがですね、えー、ブランド転売やってるんですよ。で、非常に美味しい場ですね。私はちょっとブランドやらないんで、ぜひね、ブランド転売やってる方にはね、あのー 良いいい情報になるかというのは是非、ね、紹介させていただきます、はいでああの。ブランテンバイってあの簡単に言ってしまいますと、まあ、ルイ・ヴィトンとかね、いろいろあると思うんですけど、その商品を仕入れて、まあ、日本で売ってるみたいなんですけど、あのアメリカとか、ねまあ、ヨーロッパとかいろいろあるみたいなんですけど、まあ、その方はですね、アメリカからです、ね、直接輸入してるみたいなんですね。であのアメリカに拠点持ってまして、いろいろやってるみたいですよ、事業、まあ。かなり儲かってる方なんですよ。で、あの面白いことを聞いたんです。で、これ何がするいかっていうと、 アメリカっていうのは、とにかくブランド全部偽物らしいんですよ、アメリカも。で、あの、彼らですね、あの、アメリカも、あのアメリカ住んでる方なんで、もう本当よく知ってるんですけど、アメリカで商品を仕入れどうしたらいいかっていうことをね、本当面白いこと聞いたんですけど、アメリカのアウトレットモールってあるんですよ。で、これ現地に行って仕入れないと、あの、偽物をですね、格安資料できないらしいんですよ。で、あの、 ネットショップでややるとやっぱネッットショップだと高いみたいですよね。なので、ぜひね、ブランド転売やりたい方っていうのは、できればね、アメリカの現地のアウトレットモールに行って、まあ、値段交渉とかね、して仕入れていただければ、まあ、日本、多く売れるようなんですよ。で、あの検品とかあるじゃないですか、偽物、本物っていうのは。やっぱりねあの、こういうね、あの国の機関、まあ、っていうよりも、こういうアウトレットモールでしたら、やっぱりちゃんとした会社入ってきますよね。そうするとですね、やっぱり検品はしっかりしてみたいです。 ぜひね、あのブランドやりたい方で、ね、アメリカ機行きたいありましたら、アウトレットモール行ってね、まあ、欲しいブランド交渉していただければ、安く仕入れるできるみたいなので、まあ、非常に安くしてるみたいですよ。ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの、まあ、こ,この点をね参考にしていただければ、ね、いいかと思います。はい。はい LINE、えー、登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。ニックレムクラス担保お願いします。あとですね、えー、YouTube が質問、一切受け付けてません。 LINE 登録によろししくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます番組登録お待ちしますよろしくお願いしますありがとうございました